皆さんこんにちは。三協建設株式会社の堀内雄介と申します。前回までの動画で注文住宅が予算オーバーしてしまう3つの要因についてお話してきました。土地と建物、不動産屋さんに払うお金と住宅会社さんに払うお金以外のお金、諸費用のことを知らないままお店屋さんに行ってしまうというのが1つ目の要因でした。2つ目の要因といたしましては、建物の金額にも建物の本体価格と建物の付帯工事の価格と建物の諸費用みたいな形で3つに分かれるケースが多くて、ほとんどの方が一番最初に目や耳にする金額っていうのは建物の本体価格になるケースが多いと思います。なおかつこの本体価格にはどこまで含まなきゃいけないか明確な決まりがないので、同じ建物でも1500万とも言えれば2000万とも言えれば2500万とも言えてしまう構造になっています。なので一番最初にこれぐらいでできるのかなと思って進んでいくと、付帯工事と諸費用がどんどんと積み重なって予算オーバーの要因となってしまいます。これが2つ目の要因となります。そして最後3つ目の要因は、建物の契約後に発生する追加工事になります。ほとんどのケースが契約後に使用決め、コーディネート作業を行っていきます。キッチン決めたり、床材決めたり、お風呂決めたり、棚板の枚数決めたりと、一番楽しい作業が契約後に訪れます。その際にせっかくだから、後悔したくないからという思いの中で、標準仕様に対して変更差額が数万円の単位だったり数十万の単位でどん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 積み重なっていきます。その結果、契約後の追加工事が何百万と乗っかって、予算オーバーの要因となってしまいます。これが最後3つ目の要因となります。ではどうすればこの3つの要因を回避して注文住宅が予算の中で行っていけるのか、このことについて今回お話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。ではどうすればいいのか。大切なのは皆さん自身でコントロールできるお金の中で家づくりを行っていくことだと思います。今までお伝えしたように、家づくりはさまざまな項目が足されていくような構造になってしまいます。この項目のことを知らないまま進んでいくと、最初に考えていた予算に対してどん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 足されていきます。この足された結果、つまりはもうコントロールできていない金額に対して払えるか払えないかを、住宅ローンが借りれるか借りれないかで判断していくことになります。そして住宅ローンが借りれるなら返せると勘違いをしてしまって、日々の生活が本来幸せでなきゃいけない家づくりのはずが住宅ローンに追われ幸せじゃなかったり、中には今の出費にはない出費、例えば教育費等等がかかってきた時にローン破綻してしまう人もいます。なのでしっかりと自分たちがコントロールしていきながら家づくりを行うことが重要だと思います。そのためには家づくりの一番最初に2つの計画づくりをお勧めしています。1つ目の計画づくりは引き算による資金計画になります。これは前々回の動画でもお伝えしたんですけれども、絶対に超えちゃいけない住宅予算を算出して、そこから引っ越しまでの項目にお金を振り分けていく、封筒の中にお金を小分けにしていくようなイメージで行うのが引き算による資金計画になります。これが実際に弊社で行っている資金計画になるんですが、簡単に考え方だけお伝えすると、まずは絶対に超えちゃいけない根拠を持った住宅予算を算出するんですが、これは生涯において入ってくるだろうお金をまず算出します。それは皆さんがこれから働く給料のお金だったりとか、これから積み立てていくお金だったりとか、いただけるだろう年金のお金だったりというのを算出してきます。今度は反対に住居費以外に出てくるだろうお金っていうのを算出します。それは普段の生活費だったり、単発的に出てくる車の買い替えのお金だったり、旅行のお金だったり、教育費だったり、老後のお金だったり、生涯において出てくるお金を算出します。で、出てきた金額、入ってくるだろうお金から出てくるお金を引いて、残った金額が住宅に対してかけれる、ローンの支払い総額に
になります。これが根拠のある住宅予算の算出のやり方です。これを行うには住宅系が得意な FP さんの力がいるかもしれませんが、大切なのは皆さん自身がこの考え方を理解するっていうことが重要で、そして吸収して実際に実践していくことが重要じゃないかなっていうふうに思ってます。あとは出てきた金額に対して引っ越しまでの項目を引いていくんですが、この引っ越しまでの項目と金額については調べると意外と出てきたりします。もし項目とか金額が分からなければ信頼のできる住宅会社さんに相談して、この項目に対して平均的にいくらぐらいかかるのかを聞いて、その金額を入力していってもいいのかもしれません。これが一つ目の計画作りになります。二つ目の計画作りは家づくりの要望書を作成することです。家づくりは形のないものに対して契約を結んでいきます。当たり前の話なんですけれども、お互い何も知らない状態で契約すると必ず行き違いが発生してしまいます。皆さんはいくつかの住宅会社さんを回られて、住宅会社さんのことはなんとなく理解していただいたとしても、住宅会社さん側が皆さんのことを理解していないとどうしても行き違いが発生してしまいます。大切なのは作る側が皆様の思いを感じ、そして皆様の思いを形にすることだと思います。そのためには皆様が生涯において幸せに暮らすための家づくりは何なのかっていうのを要望書として作成することをお勧めしています。要望書の作成方法に関しては様々なやり方があるかと思いますが、私たちが普段一緒になって作成している要望書はこういったような要望書になります。おすすめのやり方についてはまた別の機会でお伝えしたいと思いますが、大切なのは皆様にとって生涯において叶えたい要望を書いていくっていうことだと思います。これを作成することでのメリットは、皆様が本当に叶えたい家づくりは何なのかっていうのも見えてきますし、皆様の家づくりがどれぐらいの建物の総額がかかるのかも知ることができると思います。それと先ほどの引き算した予算計画書の金額を見比べて予算オーバーしないために事前にコントロールすることもできます。もっと言うと、引き算した予算計画書とこの要望書を持っていくつかの住宅会社さんを回れば、皆様にとって理想の家づくりをしていただける住宅会社さんに出会う可能性も広がると思います。以上が家づくりの一番最初にある2つの計画づくりの内容の話になります。いかがだったでしょうか。皆様自身で家づくりの予算をコントロールして、注文住宅が予算オーバーしないための方法についてお伝えしてきました。実際のところはちょっと大変そうだなとか、ちょっと面倒くさそうだなっていうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ただ皆様がこれから行おうとしている家づくりは何十年も先の借金を背負う買い物だということは忘れてほしくないなというふうに思っています。そして本当の意味で生涯において幸せに暮らすための家づくりって何なのかっていうのを感じていただけると、嬉しく思います。はい、では本当に今回も長い間ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。ではまた。